プロジェクトエクセルシオ、プロジェクトエクセルシオとは、アメリカ空軍のジョゼフ・キッティンジャー隊員によって1959年1960年に行われた清掃圏からのパラシュート効果実験である。この実験により、最高気球高度、最高パラシュート効果開始高度102,800フィート、31,330メートル、レーダー測定。 最長ドローグシュート降下時間4.5分間乗り物を使わない最大大気中速度 614mph 時速 988km 該当高度での線音速が樹立された米空軍記録でありファイエの航空宇宙世界記録申請は行われていないこの打ち降下開始高度最大大気中速度の2つは2012年にレッドブルストラトスで フェリックス・バウム・ガルトナーに破られるまで世界記録であったほか、最長ドローグシュート降下時間については、現在も世界記録である。1950年代に航空宇宙技術が飛躍的に進展し、航空機がより高々旅に到達できるようになった。アメリカ空軍は航空機上組員が航空から機外脱出を行う際の安全性を問題視し、 人体模型を用いたフリーフォール実験を行った。この実験からは降下中には200回転、分母のスピンが発生し、極めて危険であるとの結果が得られた。1955年から1958年にかけて行われた、清掃圏への気球による到達を目的とする実験、プロジェクトマンハイにおいては、 高度29,500から39,00メートルに到達することに成功した。浮上には61メートルだが、8万5,000メートルの容量を持つヘリウム気球と取り付けた引密構造のゴンドラを用いた。このため、搭乗者は航空の環境に対応するため完全予圧服の着用が必要であり、極寒に対応するためのウェアリングも必要であった。 プロジェクトエクセルシオはこの成果を踏まえて行われた。オハイオ州ライト、パターソン空軍基地の技師フランシス・ビュープレ、フラス・ボプレイラによって開発された多段パラシュート効果システムが用意された。これは航空でのスピン対策用の直径にメートル級パラシュートと低空で使用する減速用8.5メートル級パラシュートを組み合わせたもので高度センサーによる 自動解散を行えるように設計された。このプロジェクトにおいては、プロジェクトディレクターであったジョゼフ・キッティンジャーが登場者を務めた。最初の実験、エクセルシオ・アイは1959年11月16日に行われ、キッティンジャーは高度23,300メートルからの降下を行った。この実験では、スピン対策用のパラシュートが早く開きすぎたため、 120回、フンのスピンが発生した。このため、キッティンジャーは意識を失ったものの、自動的に高度3000メートルで減速パラシュートが展開したため、命に別条はなかった。この事故にもかかわらず、キッティンジャーは2度目の実験を3週間後の12月11日に行った。この実験、エクセル COE においては、高度22800メートルからの降下を行い、 高度16,800メートルからパラシュートを持ちいないフリーホールに移行した。三度目となる最後の実験、エクセルシオ EE では、右手グローブの不良による機密漏れが発生し、キッティンジャーが右手に激痛を訴えた。しかし彼は、実験が中断されることを恐れてこの事故を、地上クルーに報告せずに実験を強行した。機密漏れによって、 右手の温度が低下し右手が使えないにもかかわらず1960年8月16日1時間31分で3万1300メートルに達しデイビッド・シモンズデイビッド・シモンズ空軍隊員による気球の浮上高度記録3万942メートル1957年を塗り替えたこの高度でキッティンジャーは12分間気球が降下予定地点に移動するまで待機した 降下開始後、スピン対策用のパラシュートを展開させた後4分36秒、降下し、高度5300メートルで減速パラシュートを展開させ、ニューメキシコ州の砂漠に着地した。降下時間の総計は13分45秒であった。これは、パラシュート降下開始高度の当時の最高値となり、2012年10月まで破られなかった。 ただし高高旅での姿勢安定にパラシュートを使用したためフリーホールとしての高度記録は充実できなった。パラシュート高度に関する国際航空連盟公認世界記録は現在フリーホール距離24,500メートル1962年ソビエト連邦のみである。超高高旅からのフリーホールを目指す計画は複数存在し宇宙空間からのフリーホール競技の議論もある。 実験中の気温は最低で低接し70度に達し、フリーホール中の速度は時速 988km に達した。なお、後に、キッティンジャーはインタビューに答え、最高速度は時速 1149km に達したと発言しているしかし、キッティンジャーは雲圏に突入するまでスピードを感じなかったと述べた。航空における音速は低温のため、 気圧は直接には関与しない地上余も遅くなるが、このフリーホール中の速度については 614MPH を 714MPH とした後期から、超音速という伝承が生じたもので、米空軍の記録 614MPH に基づく、マフハ数は0.9となり、本人も主機で音速の9割と述べている。この実験が、航空における、 航空機からの安全な脱出法の研究に与えた功績により、キッティンジャーはアイゼンハワー大統領からハーモントロフィーを授与された。また同様に、主君飛行十字章、JJ ジェフリーズ賞、JJ ジェフリーズアワード、ウィングフットライター、ザンエアソーシェイティ記念賞、ウィングフットライターザン、エセサヤティアチーブメントアワードなどを受賞した。ジョゼフ・キッティンジャー、 ヨゼフ・ウィリアム・キティンガー E は1928年7月27日、フロリダ州短波生まれのアメリカ空軍パイロット。本校の高高度気球到達以外にも初の単独体西洋気球横断を成功させた。通称、ジョー・キティンジャー。フロリダ大学で学び、スピードボート競技経験から航空志向となり1950年にアメリカ空軍入隊。気球による 高高度実験に参加した後、ベトナム戦争に出征し A-26 及び会 -4 の登場員となる。1972年、撃墜され、捕虜となり、ハノイヒルトンに収監される。1978年に、大佐で退役後、マーティン・マリエッタに入社。以後気球競技に携わり、1984年に、気球を用いて、 単独での大西洋横断飛行に成功する。2007年現在フロリダ州オーランド居住。航空関連のコミュニティ運営、コンサルティングを行っている。2008年、レッドブルストラトスのプロジェクトアドバイザーに就任。2012年10月14日、同プロジェクトによって自身の持つ高度最高落下速度が更新される。 プロジェクトマンハイとプロジェクトエクセルシオの成功は当時のアメリカ国内に大きな反響を巻き起こし、キッティンジャーをはじめとするパイロットたちは抗議の意味での宇宙へ発って到達した人類として大きな賞賛を集めた。キッティンジャーはこの功績で2度の空軍士君十字章を授与され、またアイゼンハワー大統領からハーモントロフィーを授けられた。しかし、 この出来事のわずか1年後に、ソビート連邦は、ボストーク1号で、ユーリーガガーリンを宇宙へ送り出すことに成功。キッティンジャーたちの挑戦は、過去の出来事として忘れ去られていった。キッティンジャーはこの2つの実験のデータをもとに、宇宙船の安全な運航のための下記の2つの提言を NASA に対して言ったが、いずれも当時の NASA の宇宙開発計画で真摯に、 受け入れられることが勝ったことを後にドイツの放送局が制作したドキュメンタリー番組で語っている。この番組は日本では NHK の BS 世界のドキュメンタリーシリーズ宇宙に挑む宇宙への知られざる第一歩して放送された。その提言とはこのような内容であったという。しかし当時の NASA はこの提言を受け入れることはなかった。 番組内で、キッティンジャーは、あの時この二つの提言を受け入れてもらえていれば、後のアポロ1号の火災やチャレンジャー号爆発事故で、死亡した、飛行士たちの命が救えていたかもしれないと、術している。より翻訳、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。